鍵がかかってるんですかね。まあそりゃそうか、使ってたって使ってなくたって鍵くらいかけるわよね。どうします？鍵がかかってたからってここで諦めるわけにはいかないわ。じゃあなんとか鍵を開ける方向で頑張ってみましょう。見た目はほどびてますけど、これかなりちゃんとした電子ロックシステムですよ。どうしよう、解除できるかな。見たことがないシステムです。ちょっと自信ないかも。下手に触って解除不能になっても困るか。錠前自体は錆びてボロボロになってますけど。美坂さん、ここを見てください。これは認証キーを差し込むスロット。認証キーを差し込んだ後を見ると錆びてるのは表面だけっぽいですよ。スロットが使われてるってことは今もこの電子ロックはちゃんと機能してるってことか。これはお手上げね。お手上げって、諦めちゃうんですか。まさか、ここが怪しいのは間違いないもの。クロコとサテンさんを呼びましょう。え、サテンさんも呼ぶんですか。これから犯人のアジトに踏み込むのに危険じゃないでしょうか。サテンさんが一人の時にニット帽が近づいてきたらそっちの方がヤバいでしょ。それに一人でじっとしているとも思えないし。確かにそうかもしれませんね。3人寄ればなんとかって言うし、4人揃ったらもっといいアイデアが浮かぶかも。ハッキングするにしても2人の意見を聞いてからにしましょう。私すぐに2人に連絡しますね。このビルまでの地図データを添えて。2人が来るまで少し休憩しますか。あ、メール来た来た。クロコたちこっちに来るって。白井さんのテレポートで少なくとも鍵のかかったドアはなんとかなりそうですね。クロコとサテンさんが来るまでのんびり待ちましょう。あ、美坂さん、ドアに寄りかかったら服が汚れちゃいますよ。え、そう？私たちが何回やってもダメだったのに寄りかかるだけで開くなんてどういうこと？あ、釘が落ちてます。釘？壊れた蝶子貝を釘で止めてたみたいですね。それが抜けたんでしょうか。真面目に鍵を調べたり他の出入り口を探してたのが馬鹿らしく思えてくるわね。まあまあ、経緯はともかくドアは開いたんですし、白井さんたちの到着を待ちましょう。白井さんたちが来るまでちょっと時間が空いちゃいましたね。思ったよりもスムーズに調査が進んだからね。ウィハルさんのおかげよ。そんなことないです。私なんて全然役に立ってないっていうか。演奏しなくてもいいのに。それより空き時間どうしよう。あ、そうだ。ん？今のうちにちょっと失礼してデータをまとめておいていいですか。データ？はい、ハイビルの設計図とかそういったデータがあればこの後の操作でも役立つかなって。おお、それは心強いわね。お願いしてもいい？お願いだなんて私が言い出したことですから。いつも思うんだけど、ウィハルさんってデータをまとめたり整理するのも上手だよね。そうですか？これくらい普通だと。そんなことないって。ちょっと見てていい？はあ、隣に座った方が見やすいよね。
よいしょっと。私のことは気にしないで。続けて続けて。え、み、三坂さん、近くないですか？なんかちょっと、何が？なんでもないです。やっぱすごいな、ウイハルさんは。目的のデータの検索も的確だし。こんなの慣れですよ、慣れ。美坂さんも端末の情報操作くらいできるじゃないですか。私もほら、なんていうの、検索しっぱなしのデータ集めっぱなしっていうかさ、自分が分かればそれでいいって感じだから、ウイハルさんみたいにちゃんとしてるの憧れちゃう。憧れるほどのものでは。ウイハルさんはいつもそうやって謙遜するけどさ、ジャッジメントとして学園都市の平和を守るためのスキルをちゃんと持ってるんだもの。もっと胸を張ってもいいと思うわ。ありがとうございます。こんなところでしょうか。データをまとめ終わりました。よし、時間もちょうどいいみたいだし、クロコたちと合流しよっか。はい。みんな集まったわね。これがニット帽の人物が出入りしているとおぼしき廃ビルですわね。そうよ、早速踏み込むわよ。はい、サテンさん、行きますよ。その前に。あ、どうかした？まだ何か忘れてることがあったかな？忘れてるっていうか、なんていうか、突入前に、その、何か食べませんか？あ？サテンさん、お腹減ったんですか？ほら、ここに来るまでにいっぱい歩き回ったからさ。これから容疑者のアジトに踏み込もうという時に緊張感が足りないんじゃありませんこと？ごほん、ウィハルがそこまでお腹が空いていると主張するなら仕方ありませんわね。え、私？今鳴ったのって白井さんですよね。私たる者があんな品のない音を立てるわけありませんの。まあ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 、ここはみんなお腹が空いてるってことでいいじゃないですか。さっき向こうに美味しそうなクレープ屋さんがあったんですよ。そこに行ってみませんか？美味しいクレープ、いいかもしれません。クレープか、いいんじゃない？アジトの目の前で突入の段取りを相談するわけにもいかないし。でも現場を離れても大丈夫でしょうか？でしたら、ここの監視カメラの映像を私の端末へ転送するように設定しておきます。もし死神カキコがここに戻ってきたらすぐにわかりますから。さすがウィハルですわ。これなら安心ですわね。決まり！それじゃあみんなで行きましょう！